チャオ、こんにちは。パスタマニアです。今日はプッタネスカ、娼婦風パスタと言われているナポリ発のパスタを作ります。オリーブ、ケッパー、アンチョビの強力塗料にトマトソース、今回はドライトマトも加えてさらにコクをプラスしてみました。美味しく作れるのでしょうか。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。グリーンオリーブを刻みます。本当はブラックオリーブの方がいいかもしれません。ブラックの方が甘みじゃないや、油分が多い感じですね。完熟しています。ニンニクを潰してスライスします。包丁の背で潰す感じで、こうすると皮がきれいにむけます。今回はニンニク2かけ使いましたけど、ニンニク苦手な人は特になくても大丈夫です。塩漬けのケッパーです。一旦水で塩を抜きます。まず潰したニンニクをオリーブオイルで炒めていきます。最初強火でふつふつしてきたら弱火に落としてください。こんがり中まで火が通ってきつね色になったら一旦引き上げます。ケッパー、細かく刻んだアンチョビ、そしてオリーブ、ドライトマト、これらを炒めていきます。おっと、唐辛子も入れます。ドライトマトは刻んでおいた方が良かったですね。丸まんま入れちゃいました。一応オイル漬けされたものです。ここに白ワインを加えます。なければお湯で結構です。そして強火でフランベして酸味とアルコール分を溶かしていきましょう。そこにトマトピューレを 100cc 加えます。今日はパン粉、それから乾燥のパセリをオリーブオイルで炒めて、これを最後にトッピングすることにしました。パスタは 1.85mm です。ちょっと太め、ブロンズ口金仕様のザラザラした表面のパスタになります。パン粉ソテーはこんがりしてきたらもう完成です。香ばしいですよ。パスタが茹で上がったみたいですね。さっき味見しましたけど、このソース抜群にうまいです。しっかりソースと絡めていきましょう。
パン粉を、まあ、イタリアンパセリじゃないけど乾燥パセリと一緒にソテーしたものを最後にかけました。いつもはチーズとか、まあ、パセリだけとかっていう場合が多いけど、やっぱこのパン粉のソテー、これを最後にちょっとこう加えることによってですね、なんかこう味がぐっと深くなるんですよね。いただきます。さあ、今作ったプッタネスカいただきますね。今日は太めの 1.85mm かな。パン粉かける人とかけない人といるらしくて、あとチーズかける人もいますからね。まあ様々なんですけど、どうでしょうか。長いな、このパスタ。そもそもプッタネスカって、まあ、ショフ風って言われてるんですが、いろんな説がありましてね、まあ、そのショフが忙しくて、なんだろうな、手軽にこうお客様のやり取りの後で簡単に作れる、しかも、具材がですね常に冷蔵庫にあるもの、ケッパー、オリーブ、まあね、トマト、これってまあイタリア人の家庭に行くとほぼほぼみんなどこにでもあるんですよね。日本ではちょっとケッパーとかね、オリーブの値は敷居が高いのかな、あんまり、まあ、持ってないっていう人も多いと思うんですけど、イタリアではそうじゃないんですよね、だからそうやって家の中に常にあるもので手軽に作れると、とても簡単、しかも、まあ、毎日食べても足り飽きないっていう、それがそのこのショフ風パスタの最高です、売りです。やっぱりこう毎日食べたいぐらいにね、美味しいんですよね。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。もう定番のパスタよねこれ。まあ、いつもね動画見ていただいてありがとうございます。今日も参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオ、チベディアムチャオ。めちゃくちゃうめえ。